今の所持金は6200万。うん、金欠だー。はい、どうもこんにちは、霊夢です。まあなんか今回はフラグランでもやろうかなと。結局フラグランやるんだな。最近 F7 プロヒット少なくてですね。ちなみになんだが何にも出してないのか。いや CP2 枚出しましたよ。お前それ出てるだけまだいいと思えよ。で、画面に戻るんだが、今お前の着けてる紫のレギンスはなんだ。もちろんデコンボマスターですよ。何インチたんだ。 18M だけど何か。それだから金欠なんだよ。今まではベルセルクでマスターブーツだったからギリスピードは補えてたけど、アーチャーだとスピードブーストないからレギンスも欲しいなと。それだけのために 18M とかしたとは思えないんだが。まあ早速やっていこう。その前にスピードだけ確認させて。ネクロンだと272ですね。マクサーは361です。意外と変わるもんだな。残量ブーストで100ぐらい上がるのがマジで強い。でもやっぱそれだけのために 18M ってもったいないよな。なんで引っ張ってくんねん。うん、それにしてもジュジュは便利ですね。なんか最近ショーツボーにクールダウン 0.3 図のナーフが来たけど、あまり違い感じられないよな。やっぱアクセサリーのチューニングの効果は偉大だね。お前マジカルパワー500もないの知ってんだぞ。ジュンドラあるからいいんです。ディアネクロンヘッドあるからいいんです。それだけじゃダメだろ。まあだいぶ話がそれましたが、フラグランって運がいい時はかなり儲かりますね。でも運が悪い時はマジで出ないんで。まあこればっかりはしょうがないな。あ、そういえばフラグランの説明してませんでしたね。今さらかよ。簡単に言うと F7 のブラッドルーンに出てくるでかいゾンビを倒してドロップしたアイテムをアハに売るだけです。儲かるのはこの3つです。特にこのディアの馬の防具がいい値段します。その他にもリビドフラグもあって、それは100個ぐらいで倒してもいいかもね。戻るときは NEU のインベントリーコマンドを使って出てもいいです。まあこのフラグランは人によってはグレーっていう意見も出ると思うけど、強い金策ってのは変わりないから、時間があったり金策に困ってるときはやってみてもいいかもね。ただ効率を求めるならエンスレゴで解放のジュジュとネクロンが必要になってくるから、できるようになるまでは少し時間がかかるかもだけど、まあそこら辺は頑張るしかないね。まあ今回はこの辺で終わるよ。それじゃあバイバイ。